VR 天体ツアー。本日は春の星座をご案内させていただきます。春は寒さも和らいできて、空を見上げることも多くなってくるのではないでしょうか。春の暖かさのように星は優しく輝いています。さあ、それでは星空のお散歩に出かけましょう。最初にご案内させていただくのはこちら、美しい女性の姿をかたどった乙女座。農業の女神デメテルの姿と言われています。デメテルが姿を見せている時、地上では多くの作物が収穫でき、姿を見せていない時は作物は取れないと言われています。デメテルが地上から姿を隠している時、つまりそれが冬の季節。春になるとまた乙女座は地上に姿を現し、私たちに豊かな恵みを与えてくれるのです。少し北の方も見てみましょう。大熊座があります。実はこの大熊、もともとはカリストという妖精だったのですが、誓いを破った罰として大きな熊の姿に変えられてしまいます。熊の姿で一人寂しく暮らしていたカリストは、ある日立派な若者へと成長した我が子アルカスと出会います。熊が自分の母親だと知らないアルカスは矢をつがえ母親を射ようとします。それを見た狼ゼウスは驚き、カリストを熊のままアルカスと共に天にあげました。そして二人は大熊座と牛飼い座になったと言われています。姿は熊と人ですが、いつも仲良く空を巡っているこの親子、今は一緒に隣り合ってとっても幸せそうに見えますね。ところで大熊座の尻尾の部分は日本では北斗七星として有名ですね。柄杓のような形をしています。その柄杓の部分を伸ばした先にある明るい星、これもとっても有名な星です。そう、北極星。いつも真北の方角で輝いている星です。昔の船乗りはこの星を見て自分の向いている方向を知ったそうですよ。北極星がある星座は小熊座と言います。先ほどのカリストの神話ではアルカスも熊の姿になり、子熊座として天に上げられたとも言われています。牛飼い座と子熊座、どっちが本当のアルカスなんでしょうか。想像を巡らせるのも楽しいですよね。大熊座の尻尾から牛飼い座のアークトゥルス、乙女座のスピカまでをつないだ大きな曲線があります。これが春の大曲線。神話とともにつないでみると、なんだかとっても素敵な並び方にも見えてきますね。乙女座の傍らには天秤座があります。実は乙女座は農業の女神であるとともに正義の女神アストライアであったとも言われています。アストライアが正義を裁くときに使うのがこの天秤。死んだ後天国に行くのか地獄に行くのかもこの天秤で測られるといいます。ちょっと怖いですね。天秤が傾いた方で天国か地獄か決まっちゃうなんて。こちらにあるのは獅子座、つまりライオンの星座です。このライオン、とっても暴れん坊で人々を困らせていたとか。そこで英雄ヘルクレスがライオン退治に立ち上がります。
何日にも及ぶ戦いの末、ヘルクレスは素手でライオンに襲いかかり、首を絞めてやっと退治したそうです。そんなライオンの強さを称えたこの獅子座。大きなたてがみを蓄え、堂々としていますよね。英雄ヘルクレスには、他にもたくさんの伝説があります。その伝説の一つの犠牲者が、こちらの海蛇座と蟹座です。ヘルクレスが海蛇の化け物であるヒドラと戦った時のことです。ヒドラと仲良しだった化けカニは、ヒドラのピンチを救おうと飛び出してきました。しかし、ヘルクレスに踏みつぶされ、カニはあっけなく死んでしまったと言われています。ヘルクレスによって倒されたヒドラとカニは一緒に天に上げられ、海蛇座とカニ座になりました。化け物2匹を一緒に退治しちゃうヘルクレスの強さって相当なものだったのでしょうね。ヘルクレスの強さに驚きながら、春の VR 天体ツアーもそろそろお別れの時間です。今日の天気は晴れですか？それとも曇り？ぜひ一度星を見上げて、星座たちのストーリーを追いかけてみてください。それでは、またお会いしましょう。